はい、では次トランプ論再び、ね、トランプ政権ですね。トランプ政権、はい、いやまたこの、コメントに対して、はい、そうですね、動画のね、はい、に下にね、はい、コメントが皆さんいっぱいあると思うんですけど、はい、その中にまあ答えられる分だけちょっとね、ちょっと僕どういうふうに選んでるのかだけちょっとお伝えしますね。しっかりロジカルにこうある程度の量で書かれてる人、うん、はい、で、あ、これなかなか正しくその僕の意見と自分の意見はこうだっていうふうに対させてくれると、うん、人は一応拾ってます、はい、ということですね、はい、だから別に恣意的に何でもなんていうんですかね、勝手に選んでるってわけじゃなくて、はい、しっかり議論されてる方は、はい、僕なるべく答えるようにしてますよ。はい、はい、じゃあまずいきます。はい、この類のチャンネルの視聴者は、うん、トランプや安倍さんのファンなんだよと。で、習近平や、キム・ジョンウンをどつきまくるファイターが好きなんだよと、はい、これはピエール滝が薬中で逮捕されても応援するファンたちと同じで、それをとよかく言われると腹が立つんだよと、うんうん、まあそうでしょうね、はい、で、中国をノックダウンさせようとトランプがジャブを繰り返している最中にセコンドがタオルを投げようとしているものだと。まあ、すごいこれは分かるんですけど、はい、まあ、これは福山さんがいつもトランプを批判しているので、それに対しての、なんだけど、トランプ、習近平やキム・ジョンウンをね、どつきまくってくれるはずなんだというふうに思ってる前提、ね、前提ですね、前提なんですよね、はいはい、ただ僕はこういう前提には、うん、だからまあ別にトランプの、いや、もしかしたらご覧の中の皆さんのほとんどはトランプファンなのかもしれないですけど、はい、うん、僕としてはそのなんていうんですか、ニュース解説というか、まあ、やっぱ事実を元に喋りたいっていうのはありますので、はい、まあ、特に日本の国益のことを考えたらトランプさんってそんなに日本の国益にいいのかなっていうのは僕の中でやっぱあるんですよ、はいはい、オバマさんに比べればもしマシっていう人も中にはいますけど、はい、そういう意味ではですね、僕気持ちは大切にしたいと思うんですけど、はい、あなたたちも人気商売なんだから、視聴者の気持ちを組まないと登録者減るよと。減り口はどうでもいいのよと。トランプのクリーンヒットだけ褒めてくれよと。視聴者はトランプ、安倍ファンだと。安倍ファンだということを忘れずに商売してくださいと。これは、ぶっちゃけですね、この方は。ぶっちゃけですけど。これは気持ちいいぐらい、はい、ある意味の本質をついてる。本質をついてる。いや、まあでもこう。わからんでもないです、これは。ただ、わからんでもないですけど、これはやはり、政治評論番組なので、リアリズムでやってるんで、そうなんですよ。ですよね、申し訳ないんですけどね、うん、結果ありきじゃない。そういうことです、そういうことです。はい。やっぱり、まずいものはまずいってやっぱ言っとかなきゃまずいじゃないですかっていう話ですよね。はいはい、そうですね。はい。いや、これはでも、これはこれで一つの見方で僕は逆にスカッとしましたね。はい、こういう、ファンだから、安倍さんのファンなんだから、トランプのファンなんだから、そのファンに応える、要望に応える。だから、別に僕、そこに要望に応えることは僕の仕事だと思ってないので、はい、そこは申し訳ないんですけど、ということですね。わかりました。はい。で、次ですね。はい。トランプ大統領がロシアと共謀した事実がなかったことも明らかになり、奥山氏は差し詰め、火事だ火事だと騒いで、やじ馬を集める役ですかね、はい。ここはちょっと、はい、はい、別の人のコメントなんですけど、はい、ロシア大統領がトランプ大統領がロシアと共謀した事実はなかったって、これ言って、みんな、だからもう、全く共謀した事実がなかったからってことで、はい、切り捨てる人が結構日本の保守派の中に多いんですけど、はいはい、共謀っていう、刑事責任に問えるかどうかといったら、それは要件としてはかなり厳しいかなっていうふうに司法省判断してます。はい、なぜなら、司法省自身はとにかく現職の大統領はもう追訴しないと。はい、起訴しないっていうふうに決めてるんです、はい、まあ、方針があるんで、それに従ってムラーさんは何をしたかというと、はい、こんだけ材料ありますから、これでどうぞコングレス国会議員さんどうぞっていうふうにやったんですけど、はい、この問題の核心はですね、トランプはそのなんていうんですかね、その国との人たちがいろいろやり合って、トランプがスパイになってなんとかしたっていう事実はないんですよ、もちろん、はい、ただ問題はトランプ、村の報告書を全部400ページ読めば分かるんですけど、めちゃめちゃロシア側と共謀してますね。共謀って、はい、まあ、共謀っていう言葉使っちゃいけないから、はい、共謀はしてないですけど、情報のやり合い、取り合いはしてます。はいはい。はい。民主党の方に、ハッキングしてくれっていうふうに、ロシア側に言うんですよ。はい。で、僕今、ロシアって言ってるから、皆さんあんまり実感ないかもしれないです、はい、これ中国だとしたら、やばいでしょって話ですよ。はいはいはい。はい。だ僕は、中国側にすいません、自民党の方のサーバーに入って、あそこのメール全部取ってきてくれって言ったら、
やばいでしょ、まあ、とんでもないやつだよね。とんでもないやつなんですけど、はい、なんかロシアって言った瞬間に皆さんどうでもいいやみたいな感じになるっていう。なるほどね。あります。あ、だからロシアとは、かなりオープンに、はい、しかもお願いだって一緒に協力はし合ってます。うん、はい。これ、確実にやってます。ただ、問題はそれで、じゃあお互いにじゃあこうやってやろうねっていうふうに、共謀して合わせてやったかっていうと、そこまではできてなかった。むしろトランプとの、その、まあ、トランプの周りにいる人間が、はい、あんまりこう効率よくうまく動いてなかったっていうのは事実みたいです、ね。なるほど。ということなんです。はい。で、次。経済と安全保障は表裏一体と。はい。で、トランプ氏はアメリカ、うん、合衆国大統領で、はい、日本の首相でもなければ、うん、旧西側諸国の代表でもない、はい、で歴代合衆国大統領は自国利益のために国際政治を行っている、はい、でクリントン政権以降合衆国大統領はグローバル資本とウォール街の利益のために政治を行っていると。クリントン政権以降ですか、はい、はいはいはい。でさて上の前指定条件から、はい、トランプ大統領の公約と実行に矛盾がなくよくやっていると考えますと、はい、北朝鮮は今までの歴代大統領は核開発をやめることはできなかったが、うん、トランプは今のところ核兵器の開発をやめていると、はい、ただし私が彼を一番評価しているのは、違法移民を止める戦いをしていることだと思います。はい、はい、なるほど。そうですね、まあ、上の条件は僕はまあまあわからんでもないですけど、どうかな、この、例えば北朝鮮の部分ですよ。僕もだからそういう意味では是々非々ではい、やっていきたいと思ってるんですよ、はい。そうするとトランプは今のところ核兵器の開発を止めてるっておっしゃってますけど、はい、実は止まってないじゃないですか。止まってないと思いますね。実は。はい。なので僕はそういう点ではちょっとかなり悲観的ですよね。はい、まあ、評価してる点は違法移民を止めることっていう戦いをしてる。まあそうなんですけど、果たして本当に効果があるのかなって僕はちょっとわからないです、これは。逆に。まあそうですね。まあ、ポジションとしては僕だから戦いはしてるけど、うんうん、実際壁はできてないですし。うん、はい、そうなんですよ。そこは僕はやっぱりちょっと心配。うん、まあそういうふうにやってる姿勢を見せてるところは僕は逆にいいのかなと思います。はい、ただ実際に本当に動いてるかどうかって微妙だと思いますけど。うん、はい、あと、その中国に対して、じゃあ、皆さんこう、かなり厳しいって言ってるんですけど、はい、これ僕一番気にしたのはクシュナーなんですよ、はい。まあ、トランプ自身は分からないですけど、うん、クシュナーが政権入ってからもですよ、はい、中国、上海に行って、お姉さんの会社かなんか、うん、自分のお姉さんの会社と、なんかプレジデントなんとかインベストメントとか言って、はい、そのトランプの名前を語って、資金集めとか上海でしてるんですよね。はい、そうですね、はい。そういうことやってる人間が、はい、近くにいて、なんとクシュナーの子供は、はい、習近平が来た時に、はい、習近平の前で中国の歌を歌わせてると。イバンカのね、はいはい、子供と一緒に。はい。イバンカの子供なんですけど。はい、北朝鮮止めてないじゃないですか。はい、僕本当にだからその中国、トランプが、まあ個人、まあ政権としては反中国でやってるのかもしれないですけど、はい、うん、例えばクシュナーとかそのトランプ自身がどこまで本気で反中国なのかっていうと、はい、結構微妙じゃないですかっていう、はい、はい、クシュナーがだからそういう意味で今クリアランス、うん、セキュリティのクリアランス受けられてないんですよ、うん、秘密情報をアクセスしていいかっていうところ、はい、ダメだったところトランプが無理やり、はい、いやあいつも通せってことに言ったんですけど、はい、インテリジェンス機関アメリカのスパイ機関が全て、はい、いやクシュナーだけはやめとけって言って止めてるわけですよ、うん、はい、この事実は何かって皆さんに考えていただきたいんですよ、はい、だからそういう意味で僕そんなに対中国っていうところも楽観はできないなっていうのは本当最近思ってます。はい、はい、次ですね、はい、クラゼビッツもルトワックも、はい、終わった戦争の結果見てから、うん、なんでも最もらしいことが言えると、はい、実際2人とも政治の中枢や軍隊の中枢にいたわけじゃない、はい、ってこれはもう明らかに事実と違いますね。2人ともいましたね、ルトワックもクラゼビッツも、はい、なるほど、はいはい、これはルトワックも政権の中というか湾岸、はい、戦争の時に、はい、空爆の担当みたいなことで、ちょっとこれ、言っていいのかな、はい、あ、大丈夫か、はい。はい。講演会でも言ってましたけど、はい。はい、空爆の担当みたいなのやってますから、はい、政権の中枢にいますよ。はい。はい。クラズビッツも、はい、思いっきりやってますし、はい、ナポレオンも間近に見てますから、はい。はい、戦略家です。はい。はい、なので、まあ、この戦略、二人の戦略家の意見が、はい。空論ではないよと。空論ではないですね、はい。はい。戦略系のことをちゃんと勉強したいなと。いう風な人のために番組やってるんですけれども、はい、CD 授業としてね CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って、はい、戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけども、はい、ぜひここからスタートしてですね未来予測と戦略 CD とかになってますんでぜひ、そしてリアリスト入門
それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼビッツ戦争論、そちらもね、これもあの、はい、日本では誤読されておりますので、はい、で地政学、これは日本にはないです、はい、はい、それから孫子の兵法、これもちょっと、はい、やや日本のは誤読されてる、はい、っていうことで、はい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。